こんにちは、幸四郎です。ロマサガ2実況を始めていきたいと思います。前回は、ムーのエッドウォッチがある場所ですが、あそこをクリアして、年代ジャンプしましたと。で、ホーリーオーダーの女性を、主人公、まあ、皇帝にしましたということでね、ちょっと新しい陣形覚えられるので、それから一応始めていきたいと思います。集合、はい、これね、スーパーファミコン版ではバグで全く意味のない、陣形だったんですよね。ホーリーウォールか、ホーリーウォールと名付けます。で、今はこの、なんだろう、どういう前列3人が壁となって、防御型の陣形、ダメージの分散にも向いている。一応ね、なんか特性がちゃんとついたような気がするんですよ、この新しくなってからね、このスマホ版ではついているんですよね。まあ、ということで、新しい陣形手に入れましたということで、また、仲間を集めてきますということで、カットします。はい、続きやっていきます。なんですけど、あの、最後族じゃないか、ムーのヘッドウォッチにいたキャラですね、新しく仲間にできるんで、そいつを仲間にしていきたいと思います。ダゼール海峡。ここにはね、ムーの越冬地にはここいなかったんですよね。だから、まあ、ダゼール海峡の向こうにいます。ということで、ちょっとそっちに向かいますね。仲間はこんな感じですね。はい。体験使いと弓使いを仲間にしてますね。ということで、ちょっと向かいたいと思います。ここね、どうやって行くかは覚えてないです。グダグダになるかな、大丈夫かな。なんか簡単な生き方あったような気がするんですけど、あ、いけた。あ、まあ、しょうがない。雨降らし。なんか2ターンくらいでいけたような覚えがあるんですけどね。ハルモニアの剣、パーシアス。ああ、ちょっとそうですね、技をみんなに覚えさせてくれるの忘れちゃいましたね。まあ、ちょっと何でしたっけ、最後族、ムーの越冬地にいたキャラの名前というか、職業がよくわからない。スタンがひどいっすね。ちょっとアローでいいんで。動いて。アローで一発で多分いけるでしょう。いった。あ。ライトボー、ダイヤモンドダスト。あ、もうね、皇帝さんが早々に LP 削られちゃいましたね。アメフラスさん。で、ムーの越冬地はどこだ？ムーの住処か。ここに、この新しい仲間ですね。ハールファグルと申します。こいつの名前というか、これは何なの？最後族でいいんだ。最後族でいいんですね。こいつの仲間にしましたと。なんかここで、あ、古い、建物がありますよと。あ、同じこと言ってますね、この女性の方は。代表言ですね。ここってクリアできるところではなかったような気がしますね。ちょっと戻りますね。あの、技とか装備とか整えに、ちょっとアバロンに戻りますということで、またカットします。ロマサガ2続きやっていきますですね。まあ、あの、これ一時停止後ですけど、ちょっと時間空いているんですよね。だから改めて、始めていくんですけど、まあ、とりあえずね、装備と術とか技とかは、揃えました。あとで、お金が貯まったんですよ。お金が貯まったんですね。お金今どれくらいあるかっていうと、この人に聞くと分かるんですけど、
まあ、いくらですか？2000万クラウンが貯まったんですよ。2000万クラウン貯まると、あれですね、あれを作れるんですよ。あれ、出た。これ。有能な人物を集めるために大学を作ろうと思うの、どのくらいかかる？大学作れるんですよね。これ、必須だと思うんですよ。だからこれは作りますと。必ず作りますと。お金が貯まったんで、すぐ作りますということでね。うん。これ以上はないかな。大学すぐ作んないんですよね。これ年代ジャンプとかしないと確か作らない、ないですね。ここにあってできるはずなんですけどできていないと。ちょっとちなみにアバロンの木見ていきますかですね。これね、何なんでしょうね。お金が入ってくるだけなんですよね。何？予算をいただけませんか。あ、お金ないからこれそうか、お金ないから却下したことになったんですかね、今の人の話しかけても。ということでね、とりあえず続けていくんですけど、今度ね、ちょっとどこに行くか決めてないんですよ。で、この最後族、仲間にしたので、とりあえずね、遺跡があったので、遺跡をちょっとね、クリアしていきたいと思います。これね、多分ね、カットしたばっかりがいいなので、あ、人権乱されてますね。見たばっかりのところなんですけど、ちょっととりあえずね、ちょっと続けていきますね。カットした方がいいですかね。あの、この最後族って実はめちゃくちゃ使いづらいかもしれないですね。あの、コンボっていう時点でなかなか使いづらい人間というかキャラなんですよね。うまく使わない、まだ18とかですもんね、コンボ。これはなかなか入れてみたものの使い勝手が難しいキャラかもしれないなって思ってます。そういえばね、なんか昔もサイノ族ってあんまり仲間にした覚えないんですよ。皇帝にはするんですよ。皇帝にはするんです。それの理由は、なぜするかっていうと、人権が覚えられるからですね。人権が覚えられるんで、ここ、あ、あちらにいますからですね。あ、ここに男の子いたはずですけど、あれ？人間の男の子いなくないですか？あれ？大丈夫？大丈夫ですかね。ね、あ、まあ人形を覚えられるから最後族はね、一度くらいは皇帝にしておいた方がいいんですよね。インペリアルクロスにしてるんですよね、未だに。そっか、場所が悪いっすね。こうか、こうですね。ちょっとね、ハールファグレさんちょっと使いづらいかもしれないな。あ、この人、格闘の方がいいんじゃない？ね。コンボよりも、パンチ使ってた方が強いかもしれないですね。ちょっと格闘で行きますか。あまりにもさっき攻撃してみたら弱かったですもんね。ということでね、この氷の遺跡、ちょっとやってみます。確かね、ここ、宝箱あっただけなんですよね。それで何があったかなって感じなんですけど、お金がありましたね。割と多め、かなり多めですね。25万、250万。そう、あ、そっかそっか、そうですね。敵が出る時もあるんですね。ちょっとハードファミルさん大切で攻撃しますか。体術、全然あの技とか覚えてないんでね。ソイル、こいつ強くないですか。うん、ソイルさん、下のキャラね、下の敵キャラです。それでも8か。まあね、ちょっとこれは敵が不定形だからっていうのもあるんですよね。パンチの効きづらいキャラだった、敵キャラっていうのもあるんで、効きが弱かったんでしょうけど。逃げろ。ああ、ちょっとね、もしかすると
間違ったキャラを仲間にしちゃったかな。まあまあでもね、一人くらいいても大丈夫ですね。他のキャラがね結構強いキャラ入れてるんでね。やっぱホーリーウォールがちょっとかなり強いですよね。使い勝手がいいですよ初期はね。後からもっと使い勝手のいいキャラが出てきたような気もしないでもないですけど、出てきたかな、ちょっと覚えてないな。侍とか強かったんですよね確かね。うん、それ以外があまり思い出せないな。アマゾネスとかいたような気がするな。それ強かったかな。アマゾネスはあまり入れた覚えがないような気もしないでもないですけど。で、ここは OK で、ここ。これがね、宝箱、中は、あ、うん、しょうがないっすね。ここのダンジョンめちゃくちゃ少なかった。短かったような気がするんですよね。いいですかね攻撃で、ハードファグネさんは一応とりあえずパンチでね、パンチ体術をちょっと強くしていきましょう。なんか弓が弱いな。エルダーボスかねこれ持ってる。あエルダーボーだけど、効きが弱かったような気がしますね。で、パンチいいですね。ここの遺跡ってなんか、それなりに強い武器があったような気がするんですよね。ちょっと覚えてないんですけどね。ナイトボール。ナイトボールがね、かなり強いですよね、これ。今のでね、全体攻撃ってかなりいいですよね。ああ。エルダーボを攻撃、攻撃。なんか敵があんまり強くないような。こっちは強いんですかね。とか言ってるとすぐ死ぬのがロマサガクオリティなんですけどね。当たらず。あ、でも、トイレス結構いいですね。ナイトボール。168。ああ、いいですね。よし。で、上に行きたいと。この花を回避したいんですけど。このゴブリンも回避したいですね。よし。よいしょ。こう。で、これなんかどうかな。あ、よかった。あ、すごい。35万 ?350 万 ?350 万かな。攻撃、攻撃、攻撃、パンチ。何か技を覚えてくれないですかね。足固め。ああ、これスタンが強烈に効くやつ。ライトボールで一掃できないよね。できないよね。さすがにできないですね。ちょっとファイヤーボールにしますから。攻撃、攻撃、パンチ。なんか安定してますね。ここなんだっけ。ああ、そっか。ボスっぽいのいますね。ちょっとどうかな。いけるかな。いやー、いけないでしょ、まだ。このメンバーじゃちょっとさすがにいけないでしょう。このメンバーこの時期にはまだいけないんじゃないか。ちょっとあの宝箱、あの巨人さんの前の宝箱だけ取って、ここはとりあえずやめときますか。あ、そっか、こういう感じだったっけ。多分さすがに無理だと思うんですよ。それでもやってみた方がいいんすかね。普通これやるべきですよね。普通ならやるべきなんですよ。でも、めんどくさいですよね。何がめんどくさいって、全滅したらめんどくさいですよね。ちょっとね、全滅したら、また、この仲間集めとかから始めなきゃいけないんで、それがめんどくさいですよね。だから、ちょっとやめておきますね。それともちょっと一回だけ戦ってみますか。皇帝だけね。死ななければ退却できますからね。ちょっとだけ
試しに戦ってみますか。そうですね、逃げればいいんです。退却すればいいんですから、とりあえずね戦ってみることにしますか。音速拳、音速拳使いますかね。峰打ち効かないかな。あ、パンツなんか絶対効かないでしょ。ファールファングルさん、使い勝手が難しいですね、このファールファングル。最後族、あ、やばい、電撃。あ、結構食らったな。いけるかな。ちょっと死ぬかもしれない。ちょっと舐めてかかっちゃいけないですよね、こういうあの元が強い敵、元が、ボスキャラだったやつかね。巻き打ちいいかな。でも脳天割り、脳天割りどれくらい効く。ゼロか。ファイアボール、あ、やばいな。あ、でもなんかすごい弱くなった。あれ、さっきなんであんな効いたんだろう。180とかいきますよね。電撃ってあれか、あの敵キャラの、ヒットポイントによって強さ変わるんですかね、もしかして。だとしたら腑に落ちるって話ですね。もしかしてそうかもしれないな。あ、コンボにしちゃった。まあいいか。できれば最後族さん、お、あ、いいっすね、返し好き。あ、でもなんだろうめちゃくちゃ弱かったですね。何、どうしようかな。最後族さんの使い勝手が難しいですね。本棒を鍛えるべきか。グリムリーパー、グリムリーパーってなんだろう。これ武器かな。あ、あ、いいっすね。あ、これはいい。これはいい。エルダーボーより強いっすね、もう。攻撃力、あ、そっか、もうエルダーボーって11とかなんだ。かなり弱いっすね。初期の武器ですもんね。初期のダンジョンに落ちていた武器だからしょうがないですよね。あ、そっか、左、これ。で、巨人さん一応戦って、みますね。皇帝が死なないように。皇帝が死なないようにしなくてはいけないから、防御とかしときますかね。多分ね、無理だと思うんですよ、正直ね。本当はね、本当、あ、なんだろう、猫魂？スタンを付与させる技ですかね。ちょっと確か、そんな感じだったような気もしますね、猫魂って。意表をつく行動で敵の動きを止める。うん、そうですね。多分そうです。あ、でも、ゼロで、あ、すごい食らった。あ、やっぱ強くなりましたね。あ、こんなんやばいな。舐めてかかっちゃやばいやつだった。ああ、ほら。あ、でも混乱回復したな。ちょっと音速拳使いますか。巨人の前にあまり使いたくなかったんですけどね、技は。でも舐めてかかっちゃこれやばいか。あ、やばいですね。ああ、音速拳。これで終わんないかな。ああ、やばい。やばいかもしれない。あ、テラボイスよかった。音速拳。あ、まだ死なない。結構4を使うんですね、これ。音速拳。もうしょうがないっすよね。脳天割り、これで、あれですよね、これで、行使、ああ、もう。麻痺ればね、あっちが。ああ、もう舐めてかかつ、やばいやつだ。ホーリーオーダーのジェイコブでしたっけ。こいつ任せでしたね、今、かなり。ああ、怖い怖い。こいつ怖い。待って、巨人と戦うのにさ、この技ポイントかなり減っちゃいましたよね。ちょっと一回くらい使いますか。ちょっとセーブはしたくないんですよ。セーブして、ま、全滅したら、やり直すっていうのはね、さすがに。ということで、ちょっとやってみますね。巨人、
こいつ、あ、なんか今思い出したな。こいつ麻痺食らいませんでしたっけ？って言ってもちょっと怖いんで防御しとこう。影に、ハリーっすね。ミネンチ。多分ね、普通にやっちゃ絶対に勝てない敵なんじゃないかな。ミネンチダメだった。骨砕き？あ、骨砕きって、あ、ミネンチちょっと、影に聞いて、あ、聞かない。聞かないな。あれ、でももしかしていけるかな。骨砕きってこれ、腕力を下げる。あ、これガンガン使っていきましょう。ね、これ腕力下げればいい。あ、あ、攻撃見切る。あ、すごいじゃん。あ、でもすごい攻撃効かない。ちょっとさすがに無理か。あと麻痺は効かなかったんだけどな。でも影にちょっと、峰打ちはもうちょっとさすがにやめときますか。水長剣流し切り、骨砕きしまくりでなんとかいけないかな。強撃ってそんな見切れるもんだったっけ。結構、あ、いいっすね、骨砕き。でもこれもそんなにね、回数打てないよね。5も使いますし。防御力を高める。ちょっとこのジェイコブでしたっけ？ジェイコブさん。ちょっとパリーが全然効かないな。無双剣使いますか？流し切り。骨砕きあと3回しか使えないっすね。いけるかな？いけないですよね、おそらく。どうかな、これ。どれくらい強いんだろう、こいつ。峰打ち。ヘアスクリーン。あんま使ったことないですけどね。あ、影や。お。あ、なんかいい感じですか、もしかして。いい感じじゃないっすよね。これ、退却した方がいい？でも割と戦えてる気がしますよね。ハゲや。稀に即死させる。いや、さすがに即死は効かないんじゃないかな。まあ、骨砕きで。骨砕き。これでガンガン腕力下がってくれればいいんですけど、腕力、あ、峰打ちすごいしてくれる。あれ、なんか割と戦えてますよね。これもしかしていける？いけますかね。もう一回防御力上げるとかできんのかな、これ。パリーしてももうほぼ意味ないでしょ、これ。最後の骨砕きですね。これ、腕力下がってんのかな？お、あ、死んじゃいました。音速剣、あ、すごい食らう。ちょっとモニカさん回復役でいける、もしかして。なんかジェイコブさんの攻撃すごい効いた。スタンとか効かねえかな。猫魂使ってみますか。あ、あれ、スタン効きますね。あ、これ、いけるんじゃないですか？もしかすると。もしかするといけるんじゃないですか？ちょっと、モニカさん、音速剣使ってみますか？ただね、技ポイント、ガンガン減っていますね。ジェイコブさんだより。パーシアスもね、流し切りそんな使えなくなってる。もうこれで終わり？ああ、峰打ちやめて。スタン効きますね。あれ、これはもしかするかもしれない。音速剣意外と効いたな、モニカさん。腕力ないけど、効きましたね。猫魂。いける？もしかして、これ。ああ、ミスった。
峰内、峰内がそこに行っちゃうとまずいんですよね。音速拳結構食らわせられますね。ちょっと生命の水、どうしようかな。マーサポイントがない。巻き打ちでもいいか。しょうがないっすよね。流し切り、まあしょうがない、これはしょうがないっすよ。スタン、急にやばくなってきた。逃げた方いいっすかね。ちょっとでももうちょっと粘りたいとか言っているとやられちゃう感じなんじゃないかな、これ。ハーリファグルさんがもうほんの少し、まあしょうがないですね。峰打ちこんなに食らわせられ、これなんか頑張ればいけそうですね。もうちょっと対策をちゃんとしてくれば、スタン持ち、スタンがねすごい効くので峰打ち多いですしね。粘ってればいける？もう日本打ちとかでもいいんで。ハーシアスさんは、ムム剣？これなんだっけ？強いんだっけ？強いか、それなりに。ノーモーションで攻撃していくんですよね、あっち。日本打ちも割と効きますよね。すごい。強引切りました。まあいいですね、いいですね。峰打ち見切った。なんかすごい前線してますね。こいつそんなに強くないな。峰打ちがうざいなこれ。でもあれですね、峰打ち混乱6、麻痺、麻痺も回復するんだ。ちょっとモニカさん、ハーリファネルはね、これもう、そうそれ、麻痺も回復するんですね、元気の水。これはもしかすると、もしかしますね、マジで。元気の水2なんだ、そんなに使えないか。頑張って、もうちょっとじゃないかな。さすがにまだかな。元気の水じゃなかったな。もう最後の生命の水か。これ何か他してた方がいいですかね。いや、生命の水。ちょっと待って。何した？モニカは攻撃の方行くか。前線してますね。ただこれは危険な感じがしてきましたね。間違った。ジェイコブさんに生命の水2回しちゃった。音速拳そろそろ死なないかな。前線はしてるんですけどね。ただ自利品感はすごいですね。ハーリファン、回復するのしてないか。峰打ちミスって、いいね。猫魂意味なくなってきたかな。じわじわ攻撃はね、相手にダメージはいっているんですけど、ちょっと、上の、何でしたっけ、名前が思い出せないけど、ハールファングです。よし、そう、違う。麻痺を、峰打ちの麻痺をね、そんなに、日本打ち当たんないっすね。エリザベスさんがやることがなくなっちゃってんの。攻撃でいっか。パーシアスさんは、もうね、でも攻撃しかないっすよね。ん？皇帝がね、もうガンガン覚えてるな。
え、もうちょっとかな。まだまだ？まだまだですかね。それがわからない。すごく前線はしてるんですけど、なんとかなりそうですか？いや、もう無理かな。ジェイコブさんはちょっと倒したいな。倒せないかな。遅っけん。峰打ちが邪魔ですね。ジェイコブじゃなくてパーシアス攻撃にしますか。少しでもダメージを与えたい。ずーっと峰打ち打ってくんないですかね。そうすればいずれ勝てるでしょう。というか長いっすね。こんなに長くやる気はなかったんすよ。あまり長いとね、良くないんすよね。生命の水。峰打ち。よし、いいですね。流し切り。流し切り強いんだよな。これ相手のヒットポイントが一切わかんないのは辛いっすね。ちょっとね、自利品感がすごいし、やばくなってきたんで。ちょっとごめんなさい、逃げます。逃げます。これただ勝てますね。準備してくれば勝てる。これは勝てるぞ。スタンが効くんでね。スタンが効きますし、峰打ちさえね、あれ。見切りを全員に覚えさせればいける気がします。めちゃくちゃそれで覚えたな。もしかして技がねパンパンになってる可能性があるので、ちょっとだけ見ますね。うん、強撃のね見切りなんかあるですね。ちょっと知らなかったな。ほら、すごい覚えた。ムム剣ってあまり使った覚えがないんですけど、強撃今さらいりますかね。技ポイントがあまりないんですよね。もうエリザベスさんは無理ですね。覚えらんなくなってる。アロウェインとデタラメはどっちかでいいですよね、これ。どっちかな。でも、朝ポイントをね、抑えるためにデタラメは欲しいんですよ。ビストスレイヤーいらなくない？で、峰打ちももういいでしょ、これ。え？あ、危ない。で、パーシアスさん、これね、峰打ちいらないかな。巻き打ちいらないっすかね。巻き打ちいらないか。切り落としはスタンのために割と必要だったりしないですかね。ということで、ちょっとこれくらいかな。で、とりあえず無理でしたなんですけど、なんか右の方まだ行ってないとこあったかな。そこ行って、とりあえず区切り、ここね、ここ行って、ここでもなんかね、敵がで、このゾウさんが敵になる気がします。ゾウさんが敵になったら終わりにします。はい。ということで、とりあえず今日はこれくらいで終了したいと思います。ではここまで見てくださってありがとうございました。失礼します。